秋吉大輔です。背番号は18番、ポジションはミッドフィールダーです。ルーテル学院から来ました。プレーのセールスポイントというのは、ドリブルから仕掛けてシュートを打ったりパスを出したりするものです。日本にいるよりこっちの方が海外の選手が多くて、スピードや、ボディコンタクトに慣れるためにこっちへ来ました。リーグの印象はやっぱりその日本にいる時からビデオでいろいろ雑誌を見ていて、やっぱり本当スピードと体力とかボディーコンタクト、本当にでかい選手がいて、本当に日本ではアジアような、相手の選手がいるので、本当に今の自分にとっちゃためになっています。